えー、さんののの人生の今の目的とかかってありますすででしょうかないです堀江さんは今を楽しむことがすべて的なことをおっしゃってますがゆきさんはどう考えていますでしょうかうん堀江さん嘘じゃないかな今楽しむのが全てだったらロケットに投資とかしないですよなんだかんだ言ってあの人ねロマンがある人なんですけどそのんかあの自分のロマンとかを語れない人なんですよねなのであのので、まああま多分その 刹那的な生き方をしてるっていうのを言っちゃってるだけで割と長期的なロマンできる人なんじゃないかなと僕は思ってますけども。